はい、どうも、ゆうくんです。今回も話題のクマ寿司新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで、今回紹介するクマはこちら。最新版イスズエルフでございます。で、このエルフもかなりメジャーなトラックなんですけど、最新型ですと安全装備などが強化されているということになります。見ていきたいと思います。1ページ目開きますと、エルフが紹介されておりまして、次のページではエルフの概要が紹介されております。でこのカタログのモデルは、平ボディの肉の2トンから 4.6 トン積みのモデルとなります。次のページでは、コネクテッドサービスが紹介されております。イスズの会社と車とトラックを所有する会社とつながることによって、車両の情報を細かく把握して、万が一の故障に迅速に対応することができるというシステムになっております。さらに車検や点検の予定表も含むことができるということになっております。次のページではコネクテッドサービスのプリズムの詳細が紹介されております。あらかじめ車両の状況などをモニタリングしておくことによって、故障の防止や故障した際の整備の短縮を図ることができるというシステムになっております。次のページではエンジンについてが紹介されております。このシリーズですと3リッターのディーゼルターボエンジンが採用されております。出力が150馬力のモデルと175馬力のモデルでラインナップされております。次のページでもメカニズムが紹介されておりまして、マニュアル車にはエコノモードというシステムも採用されております。そしてアイドリングストップも採用されているということになります。さらに効率が良くて抵抗外のクリーンシステムが採用されておりますし、坂道発進補助のスタートアシストも用意されるということになります。さらに排ガスをきれいにするための DPD や尿素 HCR なども採用されております。そしてアドブルの負担量もメーター内で確認することができるようになっております。隣ではミッションが紹介されておりまして、オートマ車にはスムーサー EX が搭載されております。でマニュアルモードで操作もできるようになっております。さらに省燃費運転モードや車両レポートなども用意されております。次のページでは安全性能が紹介されております。ステレオカメラを用いた後車保護にも対応した自動ブレーキシステムが採用されております。作動の様子などがこのような感じになります。次のページでは各種機能が紹介されておりまして、プリクラッシュブレーキが採用されております。衝突回避支援や衝突被害軽減機能が組み合わされております。さらに車間距離の警報も採用されておりますし、車線逸脱警報なども採用されます。さらに誤発進抑制機能がスムーサ EX 車には採用されております。さらに先行車発進お知らせ機能や車両姿勢制御システムも採用されております。次のページでは ABS が全車採用されておりますし、タイヤの空転を防止するシステムも採用されております。でミラーがバリエーションやグレードに応じて2種類用意されております。さらに坂道発進補助のヒルスタートエイドも採用されております。グレード別でハロゲンヘッドランプやディスチャージヘッドランプが用意されております。さらにキャブの剛性も高いものとなっておりますし、衝撃吸収タイプのステアリングが採用されております。デュアルエアバッグが採用されております。次のページではインテリアについてが紹介されております。インパネ周りこのような感じになります。機能性に優れたデザインになっているなと思います。シートのリクライニングもできるようになっております。さらにハイキャブやワイドキャブなども用意されております。次のページではインパネの装備などが紹介されております。キャビンも広々としてゆったり作業ができるようになっております。さらに静粛性にも優れているようです。そしてスマートキーなどにも対応しておりますし、グレードにもよるんですけど、運転席のサスペンションシートも採用されております。そしてディーンスペースも広くなっておりますし、メーターも視認性に優れたメーターが採用されております。収納も充実しておりますし、装備もかなり充実しております。次のページではサスペンションが紹介されておりまして、フロント左右独立式のサスペンションが採用されますし、リアには頑丈なリーフサスが採用されております。キャブサスも採用されておりますので、より重くてもいいということになっております。マルチインフォメーションディスプレイ付きのメーターが採用されております。そして2台のバリエーションがこのような感じになりまして、フルフラットローと交渉が連絡されております。
で2台の仕様がこのような感じになります。次のページからはラインナップが紹介されております。標準幅ですと、配キャブの比率が紹介されておりまして、ワイド幅ですと、ワイドキャブのシリーズが用意されております。カラーバリエーション全3色となっております。隣ではハイキャブシリーズが紹介されております。で乗り降りも、しやすいようになっておりますし、ドアの、開口幅も、大きくなっているということになります。次のページではグレードが紹介されております。 SE カスタム、SG、ST というラインナップになっております。装備などがこのような感じになります。次のページでは主要装備一覧表が紹介されております。このような感じになります。次のページではバリエーションが紹介されております。高床ダブルタイヤの4トン積みモデルが紹介されております。隣ではセミロングボディのフルフラトローと高床ダブルタイヤ、そして最大積載量2から3トン積みのモデルがこのような感じになります。次のページではハイキャブ車のロングボディ最大積載量2から3トン積みのモデルがフルフラトロと高床ダブルタイヤ仕様で連絡されております。隣ではワイドキャブ車標準ボディの2から 4.6 トン積みのモデルがこのような感じになります。でフルフラトロと高床ダブルタイヤで連絡されております。次のページではロングボディの2から 4.6 トン積みのワイドキャブ車が紹介されております。でフルフラットロー高床ダブルタイヤでこのような感じになります。隣では超ロングボディの2から 4.6 トン積みのモデルがこのようなラインナップになっております。次のページではアクセサリーがいろいろと紹介されております。次のページからは主要諸元表が紹介されているんですけど、長くなるので割愛します。最後のページには内裏用の絵が紹介されております。裏表紙このような感じです。はい、ということで今回は最新版イスズエルフについて紹介しました。カタログの内容と話の内容、異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。このチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば Twitter のフォローもよろしくお願いします。で Twitter のアカウントは説明欄の方に書いておきます。ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。